皆さんこんにちは。 Unext Finance 所属対抗戦日本プロ麻雀協会の朝倉光信です。今回はなんとですね、お正月特別企画ということで3人の豪華ゲストをお呼びしてやっていきたいと思っております。ではまずお一人目をご紹介しましょう。この方です。角川さくらナイツ所属日本プロ麻雀協会の堀慎吾です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。堀さんといえばですね、麻雀プロの中でもうめちゃくちゃ強いと評判で、 M リーグでも麻雀が強くて、見てる視聴者の方からも評判でも誰が見ても強いと。大して勝ってないですけどね、はい、勝ってないのにめちゃくちゃ強いってやっぱ言われてるのはすごいことですよね。得ですね。勝ってなくてもよく言われること多いです。はい、僕は勝ってても弱いって言われるんですけど、まあ負けてるんで順当に弱いってなるほど。今日はその思考を余すことなく語っていただけるということで非常に楽しみにしております。はい、よろしくお願いします。ハードル上げてきますね。お願いします。ではお二人目はこの方です。やっほーい、わしじゃよ。今日も元気に三戦六戦麻雀歴千年のカラステング千葉クロノがここに見参じゃ。皆様こんばんは、こんにちは、おはようございます。よろしくお願いするのじゃ。はい、よろしくお願いします。今日は憧れの方々とおしゃべりして対局できるってことで、もう楽しみにしてきました。いつもこうやってハードル上げて煽ってこわれる。なるほど。でしれっとすぐ3000、6000って上がってくるんで、堀さんも気をつけてください。はい、気をつけます。はい、頑張ります。よろしくお願いします。はい、今日はよろしくお願いします。最後はこの方です。世界最強麻雀 AI バーチャル YouTuber、 ジャントマ公認プレイヤー G の鴨上美優です。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。鴨上さんとは僕あの初めましてなんですけれども、以前のアイピンがキルで太郎さんと師匠戦のパイフ検討をさせていただいたことがあります。あの時はお見事でした。ありがとうございます。あの時はね、うまいこと、まあ、選択と抽選が噛み合って優勝することができました。結構難しい選択がいっぱいあって、運ピン切るかパーピン切るかのどっちかで6球ピンにするか安全な感動ピンするかとかいろいろ面白かったんですけど。ありましたね。ありがとうございます。はい、太郎さんともどっちがいいんだろうみたいなやつが多くて、結構微妙な局面がね多かったですよね。ドラの役ハイアンコの時に両面両面にするかヘッドレスにするかみたいなマニアックなやつもあったんですけど。あ、ですね、はい、僕の思考過程と全く一緒だったんで、ちゃんと選手の思考を拾ってもらえてありがたいなと思っていました。ありがとうございます。興味のある方は以前の動画の方もぜひご覧ください。ということなんですけども、皆さんアユピンがキルの方はご覧いただいている感じでしょうか。堀さんって見たことあります？僕はですね、はい、なぜアユピンがキルなのか分かってないくらいなのでだと思います。全く見たことないです。はい、前回タオさんと一緒にやってる時の結構多分堀さん好みの動画になってると思うんで。あ、はい、なるほど。もしよかったら、はい、見てみます。千葉さんと鴨上さんは見ていただいて。もちろんですよ。朝倉プロのね、思考を動画で学ぶことができてとっても勉強になってるのじゃ。でね、でね、そう、すごく印象に残ってるシーンがね一つあって、ちょっと前の回なんですけど、ハイパイでドラが統一であり、あとは両マン三マンの両面ターツがあるけど、他の部分がかなりバラバラでどう打つのかなって思ってたら、はいはいはい、一巡目にイーマンをなんと両面でチンしてチュンチャンドラドラのマンガンをあった曲があったのじゃ。あれがねすごく印象に残ってた。まあなんか馬振りがうまくいっちゃったって感じでしたね。いやいやいや、あれはもう本当にすごかったよ。わしはね、そう、仕掛けが苦手なくて、ああいう面点だと厳しい手を泣いて漫画に仕上げられるのは、いや、さすがプロじゃな、勉強になるな、かっこいいなって思ったのじゃ。なんか煽られてるようでしか感じない。煽ってないよ、見てますよ。なんでなんで、めちゃくちゃ煽ってきてますね。ですよね、朝倉さんの。めっちゃすごかったよ。僕の被害妄想じゃないですよね。僕もよくアユピンガキルは見させていただいていて、特に風呂周りかな、仕掛けに関して参考になる部分も多いし、特に遠い仕掛けとかでも安全が担保されてるのであれば、お出かけ気分でちょっと行ってみようかなみたいな仕掛けが見れたりして、わかるなと思いながら見ています。ありがとうございます。なるほど。遠くて高い仕掛けって動画だとうまくいったやつだけ採用するじゃないですか。はい、裏では無数の全く何にもなってない仕掛けが多分、だいたい何もなってないからね、うん、いっぱい埋もれてるわけですよね。だからああいう動画を過信しすぎるのもきっと良くないですよね。
って自分で自分の動画メガキャンしてどうするということで今回は混乱戦を豪華なゲスト3人と僕で打っていきたいと思います。そして堀さんに打ちながら思考を喋っていただくという番組になっております。はい、頑張ります。とりあえず、はい、お願いします。僕は黙々と向こうで一人で打つんで、はい、それでは早速対局スタートしたいと思います。はい、それでは朝倉さんの方にはね別室の方に行っていただいてこれから早速混乱戦開始していきたいと思います。ではスタート、ね、僕ジャン玉がね初プレイなんですよ。なんとだからちょっと緊張してます。クリミスしないように気をつけます。朝倉さんがちいちゃん、僕はなんちゃスタートですね。ちょっとしょうもないな。本一見ながら行きますか。うん、でチートイツ見ながらですね。ハツはもう当然泣きません。チートイツか本一、もう一個トイツができたらまたちょっとその時に考えましょう。これでまあチートイツですね。はい、ハクをポン、いいぞ手出し。トンがね早く切っときましょう。これ勝負できなくなっちゃうんで遅れると。あ、リーチ、あートーン痛ぇ。ほとんど折りですね。おペイラグ、お朝倉さん補充しましたね。1ペイ2600、まあ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 悪くないでしょう。で、はい親が来ました。おーいい手じゃないですか。チュンは重なってもあんまり嬉しくないですね。チュンから行きましょう。トンは重なったらドラ表示牌に1枚ねあって泣きづらいんですけど5800あれば泣いてもいいでしょうと、まあ、ここでトンですね。おオンされた。まあ親なんでねとりあえずまっすぐ面前リーチを目指して赤ウアン使いたいですね。うん、とりあえず何か動きがリーチとかもう一風呂入ったりとかするまでは無視。あ数万ポン、それはちょっとやる気がかなり。ああ122344から数万ポンして3万。普通イーマンが先になるんでねがむしゃらに上がりに行ってる感じじゃなさそうですよね。トイトイがあったりだとか、まあでも完全に決めつけはね良くないんで3万は切れますね。だからドラドラとかではなさそう。ドラドラだったらね3万とイーマンが逆になりそうなんですよね。これほとんど通りますねこの難。だからといってなあ、まあ切っちゃうか。はい、これ泣きありにしとかないと危ないですね。ウーソーだけは注意しましょう。あこれでイーシャンテンに取れる。6ピンは行ってもいいか。いや一応3ピンからにしましょう。縦引きがねシャッシャーでいけるんでね。初通りそうだけど一応シャーにしましょう。一応ね2巡目に切られてますけどその瞬間重なってとかもなくはないんでちょっと嫌ですね。吐く、あーこれでもうダメですね。やめましょう。ローソーでいいか。うん、1326積もられました。いいでしょう。強そうだよな千葉さんの見た目。犬ですかこれ。シャアトンからですね。この点ねトン重なっても全然嬉しくないですね。そういう時はもう早く切りましょうと。メンピンドライチうまくいけば3色とかになってくれたらもっとよし。これイーソーはもう機能してないかな。うん、うん、これは先生リーチの予感。あドラだ。これで赤ウーアンとかは絶対チーですね。ドラもポンですね。チーソーが微妙だな。泣いても3900でそんなに上がりやすくなってるかって言ったらなってない気もするんで。チーソー出た。あーもうじゃあチーしましょう。チーいいのね。泣いちゃった。一応ねマンガンコースがなくはないんですよね。サンゾスースを縦引いた時ですね。ロッチパの3色が残るんで、まあ、ラス回避大事なルールですからね。これは泣きましょう。赤倉さんがね結構ね早そうな顔してるんですよ。んチーだなそれは。カンウーアンもそんなに悪くはなさそう。あこれはまあローマン短期の方ですね。はい、1枚切れなんですけど馬強でねちょっと差があるので、まあ、これくらいだったらローマン短期でいいでしょうと。ウッパーピン、まあここはね変に馬ぶらずにウッパーピンにしましょう。結構良くなさそうですね景色的には。ウッパーピンは朝倉さん長考ヤンピン。千葉さんと鴨上さんかなり受けてるっぽく見えるんですよね。
キャンペーンをしてますね。ドラかなり通りそうではあるけれど、まあ行きますか。手出ししましょう一応。あ、積もった、ラッキー、これ大きいですね。朝倉さんにねラッシュ押し付けましょう、うまく。ハイパイは、お、何これ、ちょっと夢見ながら進行ですか。いやでも字かな、難しい。円満にしましょう。これ無理してね本一とかに行っちゃって上がれないと誰かの上がりになっちゃうんですよね。それよりは、まあ、2000点でも26でも確実に加点できていければねいいんですけど、ね、これはもう字1個重なればもう簡単に漫画見える形なんで、ここからはさすがに字には手かけられないですね。これドラ、これにくっついたらねもう3900で十分です。で一切れ、何が一切れ、シャワー焼く、何にしましょう、ポンですね。はい、最悪2000点1000点になってもよしと、初ペイローマンにくっつけばよしと、シャアだけちょっとねすいませんと、一切れのシャアだけ、ここは3品にしますか。軽装にくっつきができてくっつけばまた8000目指せると。8000上がれればねかなりねもうラスに関しては心配いらないかなっていうくらいになるんで、ボンですね。でここはペイ、まっすぐ上がりを、ちょっとね形怖いといえば怖いんですけど、周りもね怖いんですよ、僕の仕掛けがですね。ヤクヤクあって、もう赤とドラあったら8000ですから、そんな簡単にねビシバシ来れないんですね。ということで強気に行きましょうと。朝倉さんの3万とかはね、まあ、あ来てるリーチ、まあ初と急走が一応いつでも切れて、三尊操作も現物なんで、降りようと思えばいつでも降りれますね。これは発想も切れる、ローワンは普通に危ない。あ、この数ピンでちょっとね一応回りますか。ポジは嫌ですね。あ、朝倉さんリーチ来た、パワーワンラグということは雲神さんが統一以上、ポンした、三蔵行きましたね。三蔵一応いいシャンテン、老僧は限りなく通りそうだけど、まあ一応三蔵にしましょう。はい、これ三蔵は明確に押してますからね。さあチートイツにしか当たんないけど、ちょっとチートイツっぽいけどな千葉さん、まあ、でもさすがにシャアしか切る範囲ないですね。うん、素晴らしい押し、まあ、1件に三蔵くらいだったらいいだろうと、上がり切っちゃえばね2件リーチのピンチを回避できるので、好判断でしたね。できれば朝倉さんに補充してほしかったですけどね、もっと突き抜けてラスになってほしいんで。どうしよう、ちょっと本一も見えてる、でもペイカさんっても嬉しくないですね。白髪家さんあったらキューピン切って、とりあえずマンズ伸びたら約本一みたいなのも見据えつつですかね。これかなり単品寄りですね。これはキューピンかな、夜会家さんあったら1000点でも全然いいですね。であと守備力でどっちか残しておきたいと。まあ、白切りますか。まあこれで9万で初チューン残しつつ単品になったらいいなと。あ、何これ、リーボーがすごい、リーボーがすごいんだけど、格が違うリーボーが出てる。これなんか全然何の情報もないリーチですね。これみんな詰まるでしょう、泣きも視野に入れましょう。いいピン通る、これね打ちたくないんすよね。お、すごいカットイン、メンタンツも赤赤2000-4000、これマンガンだから今カットイン出たんですか。かっこいい、犬のカットインが出た、なんかしょうもない手ですね。またこれ朝倉さんの親ですからね、ここは流したい。だからといってねそんなに無理にね点々に1000点で仕掛けていってまで流したいかっていうと、そんな感じではないですね。初ポン、これで親利が入らなくなったんで、まあ、気分的にはだいぶ楽になりましたね。ドラも1枚持ってますし、小上さんが白をポン、まだ今のところねそんなにおとなしい感じの川になってますね。一応いいシャンテン取るか、いや急走パスを行きましょう。よくこういうのあるんですけど、これ急走パスを行くと2巡ね連続で切れるんですよ。パーピン切っちゃうと、例えばじゃあまた今度数走持ってきましたみたいな、そうなった時にまた選択になっちゃうんで、イーマンは切りたいけど連ワン引きがさすがに嬉しいのでまだ残してます。もう単位をドラドラでめちゃくちゃ上がりたいんで、3万とかウーマンとかはもちろんポン、これはちょっと微妙ですね。スルーしましょう、これも切りましょう。イーマンもねもしかしたら鴨上さんに間に合わないってことになるかもしれないんで、早く切りたいは切りたいんだけど、ここで切りましょう。反浪ワンチパーピンポン、ギャンピン、これ一切れ。今の E1 ラグなのかな、ラグだとすると、あーどうするいやスキップしましょう。きた、
安楼腕ですかね、上がりにかけましょう。こっちの方が上がれそう。 E1 がラグだとしたら3腕1枚持ってるので、まあ、あとサブロ3腕がドラなんでね、差し頃からローマン放たれたりするかもしれないんで、まあ、上がり率だけだったらカンチャンでしょう。ここはあ、リーチ入った。そこ一番押しにくいけど、この手でしかも現物もないし降りれないですね。 C1 ちょっと良さそうだけど、まあ2筋にかかってる右腕は押せないので、カンロー腕でプッシュちょっと待ってくださいね。これちょっとね、時間300秒もらってるんですよ。これ考えどころですね、さすがに。いやでも通ってない筋も多いしな、復活も結構厳しいな。三蔵が3枚切れ、数層が2枚切れ、いきましょう。はい、ラグってる、やばい、ラグってる、ラグってる。あ、でもポンっぽい、ポンっぽいラグだ。よかった。あれ、朝倉さん上がった、怒りの3900、安。あ、でもなんかもつれてきましたね。いや上がりたかったけどな、5に上がれれば相当。うーん、これはドラドラ赤、あ、ドラ光るんですね。これ上がれればもうだいぶいい感じ、いいんじゃないですか。これ三蔵とか引いたらもう勝ちに等しい。危ない危ない、こんなんチーしたらもう事件だよ。ちょっと泣きなしにしときましょう。三蔵1枚切られた、しかもその三蔵にラグがかかった。ポンラグじゃなきゃいいですけど。あ、リーチだって、どうしよう。まっすぐ行きますか。マンズ数万もチマも切ってるし、ローワンくらいピッてね、いいよね、これくらい行こう。いいシャンタンになったら結構いけますね。数ピン片筋、三蔵一切れ、数ピン切るとピンザ全部行くことになる。うーん、難しいですね。リャンゾイにしますか。リャンゾイイソイイソっていう目を残しますか。三蔵ラグかかってましたしね、リャンゾー結構通りそうということで、リャンゾーこれでピンズにくっついたらイーソイーソで全押しですね。微妙、ちょっと勝負牌が増えちゃったんですよね。イーソーワンチャンスにします。いやでもイーシャンテンには取った方がいいかな。イーソーにしましょう。ここはグッとこらえて、通ってないけどね、イーソーも。3ワンは通ってる。数万とか引いたらこれもう行きたいっすね。まだね、愚形がね全然否定されてないんでね。ギャンマン、イーソーワンいいっすね、行っちゃいましょう。数ピンとパーピンはどっちも大して変わんないですね。横伸びした時に3万ギャンマンは払えそうなんで、ということでピンズ横伸びが数ピンが残ってた方が強いということで、パーピンですね。あ、これですね。これでさすがに3万ギャンマン、一数ワンの方がすごく良さそうではあるんだけど、まあ、ローソー切ってもパスソーも勝負しなきゃいけないし、ということで限りなく通りそうなギャンマン勝負の形にできる3万ギャンマン、もう仕方ないですね。これは日数ワンはな、相当良さそうだけど。あれ、朝倉さん怒りのリーズも裏なし、線折る、安。あのリャンピンがこっちに来てくれればな、勝ってたな。ラス目になりましたね。まあただ慌てず騒がず行きましょう。言いそうでいいかな。一応本一見えてますからね、鎮一も。ん、本一鎮一、ドラがパワーマンなんでね、パワーマンとか引いちゃったらもう普通にリッチドラ1のコースで全然いいんですけど、現状だともう3ピンとか泣きたいですね。これはさすがにカンパワンダイレクト痛すぎるんで無理。おたかぜは重なってもあまり嬉しくないと。これもさっきと同じ理由でペイですね。ここで一つでもまあ厄介とかが重なったら微妙ですか。でもお、まあなんか2枚ゲーになったんで、さすがにまだカンパワン残したい。鎮一の波来てますね、完全に。ピンズの波ありますよね、ジャンタマにも。早くチームキュンは払いたいけどな。でもピンズ引いたところで、これやっぱりパーマンダイレクトがね常に痛いので、しかもラス目ですからね、相当上がりたい。ん、行きましょうか。でまだやっぱりチュン、チュンですね。まだやっぱりパーマン払った瞬間に来る麻雀あるあるありますもんね。パーマンギリリーチですって、かなり変則の川だな、怖いわ。吐くとかチーソーいった、押してる。千葉さんめちゃくちゃ気合入ってます。あ、これ無理です、ハクハクで当たったらごめんなさい。 C1 も危ないんですけどね。でもこれもう免品一通とかになったらもう無理っすもん。あれ、パスをカンカンって言われたらもうそんなのもう無理だよ、血が騒いじゃう。ローマン引かないかな、安全に生きて。押してる。あ、リアウソ裏なし1300、鴨神さんの上がり、まだラス目、すごい競ってるじゃないですか、面白い。なんだこれ、とりあえずペイ、いや何でもいいか、なんか重なっても嬉しくないっすね。はい、競ってるけどラス目、
3万点全然誰もないんで、269スもね、トップ目が鴨上さんの結構シャー入までありそう。何これダメじゃん。まあでも一応シャーいきますか。とりあえず先制リーチが打ちたい、一刻も早く。この状況で親の先制リーチ相当強いですよ。押しづらい状況が整ってるんでね、いいじゃないですか。いい層くらい切っちゃう。カウンターできても嬉しいな。飛んだ発想が一切れなんでね、まだ三蔵引きとかはイーソが生きるケースがあると。一応まああと縦重なりもね、ピンフつかないんでね、トーンはこれで何の問題もないですね。あとはこれが伸びてリーチが打てるかどうか。うん、いいよ、進み具合がいい。イーピンが三切れか、弱いっすね。お、赤ウーアンを晒して両面チイーピン三切れはきつい。まあ、だからといってとりあえずまっすぐ打って、まあ、リーチを打つっていう感じですね。これは朝倉さん赤ウーソーで、これで鴨上さんの仕掛けがまあ大体マックス3球みたいな感じになりましたね。ん、これは6球は薄っ、数はまあまあ良さそうなんだよな。ただパーマンポンされる可能性とかも含めてあんまり切りたくないですね。パーマンつも切りますか。あーあーあああ、パーマン切りリーチ、あこれ無理じゃん、到底無理ですね。一応チーマンとか当たることある、かなり通りそうだけど、復活見てチーマンにしますか一応ね。お、これはイーピンくらいいきますよ僕は。これもう当たった、ごめんなさい。お、朝倉さんいった。あ、ロン火吹いてる、メンピン赤ドラ7700。朝倉さんいったね、これいったね。ラス、まあまあまあ、とりあえず現状一瞬ラスから外れたんで。ただね、やっぱね、せっかくなんでね、トップとかも目指したいんで、まあ、朝倉さんラスだからな。でも朝倉さんラスのままだったら別にトップじゃなくて、あ、これもう絶対泣くわ。あんまりそんなに すごく泣きたいっていうわけではないですけど、僕が上がらないっていうことはね、他の3人と誰かが上がるってことで、その中の朝倉さんがね、僕が上がらないことによって上がってラスとかになったら嫌なので、本当に渋々ですね。できればペー出ないでいてくれて、面前でテンパってリーチってなったら一番いいんですけど、出ちゃうんだもん、出ちゃうんだもん。だって出ちゃったらしょうがないです。これは僕も泣きたくなかったんですよ本当は。トップをまだ目指したかったんで、なんは抱えませんね。これはどうせリーチ来ても受けれない手なんで、スリムに構える意味がないというか、それだったら少しでも手広くしておいた方がいいと。9ピンが1切れ、チーピンはションパイだったんですけど、こうしました。これは、はい、2筋にかかってるウーアンなんで先に切りましたと。朝倉さん長考してるじゃん、まあ、大した手じゃないのになんか悩んでんな。まあこれで、はい、シャンポンギャンメン、どっちも親の現物、親に来たら勝ち。ドラ初で僕持ってないじゃないですか。でこういうのこう周りのね、やる気を見ておいた方がいいですね。特にセンバさん、これ僕の手がドラとかドラアンコの可能性も全然秘めてるじゃないですか。それなのに強い牌を切ってくるっていうことは、僕の手が高くないと思えるような手材料を持ってたり、それに見合う手が入ってたりすることが多いので、こういうなんか僕に対して強い牌切ってるかどうかとか挙動はね、結構見ておいた方がいいですね。渋々ロンですね。もうちょっとね、流局間際になったら見逃そうと思ってたんですけど、流局テンパイの方がいいんでね。ただこの順目に出たらもう上がらざるを得ないです。うん、2000点とかだったら朝倉さんにマンツもされても、親っかぶりの分でね、着が入れ替わるんで、できればそれが良かったですね。え、これ流局は続行ですよね。流局です、もちろん九州ですね。流局、朝倉さんの手良かったら面白いのにな、来たみたいな言ってたところ、うん、なんか重なったら嬉しいけど微妙ですね。なんか切りましょう。あ、よかった、さくらさんじゃなくて。これでまあピンフ系の手でうまくいけたらなっていう感じですね。鴨上さんが上がって千葉さんをまくっちゃってくれればもう終わりなんですよね。それもいいですね。とりあえずもうこの状況になったらもうラス回避がメインなんで、鴨上さんに1万2000とか打つのだけはやってない。うん、お、天馬さんもポンでドラ、これだいぶ心強いですね。赤がまだ、ただ何もまだ見えてないんでわかんないですけど、千馬さんが上がってくれるのが一番いいかな。でね、鴨上さんが宝珠なんていうのが理想的ですね。一番いい。これで僕も一応やる気を出しつつ、白は今のうちに切っときますか。まあ、これはね、泣かれてよし。いいよ、ペン3ピンチ
ダチュン、まあ、ポンしてちょっと協力しつつ進みますか。老僧にしてもいいけど三蔵でいいか。大体大丈夫でしょう。初赤さんとかじゃなければいいんですもんね。親には打ちたくないけど。朝倉さん調香してる、うん、すっぴんかな。こっちの方が町として良さそうですね。ただ後藤が変わるんだよな。赤ウピンツモがね一応2着になるんですよね。でもちょっと油断ですね。やっぱりスーピンにしましょう。ここはあっ、おーよかった、日給でちょっと放獣して危なくなりました。日給は良くない、 5% だったら良かったんですけどね。1万2000って言われたらもう死んでましたけど、1万2000は早々出てこない感じだったんでね。あれドロドロじゃないですか。トップが一応目指せる朝倉さんだからな。敵はあの2度も天方位に輝いた落回避の鬼。朝倉さんと4500点差なんで2本馬っすよね。3球打てないのか。朝倉さんちいちゃだもんね。ただドラドラなんで結構朝倉さん苦しい。あでも何から切ってるじゃん。やばい、これやばいわ。気づいてしまった、この曲がやばいということに。結構悠長なこと言ってる場合じゃないんじゃないこれ。お、これポンしますか。いやでもポンするとなちょっと圧がかかりすぎるな他の2人に。これ朝倉さんと1対1になる確率上がっちゃうな。でもポンするとまずい、それはやめましょう。トイトイ赤とかだったら打てない。ただバック濃厚っすね。9万が先かな。残ってるや会話初だけ、初トイトイだったらアウトなんだよね。でもまあ難は切って、朝倉さんにはいいピンがある、難は切りましょう。ああんこでしたね。あこれだと終わんないんじゃない。あ2000の2本馬だったんで終わりですね。せー、格の差が出ましたね。これは鴨神さんと千葉さんはね混沌ですから。以上で終了となりました。危なかったですね本当に。